皆さんこんにちは、キスケです。本日は 5GW 使っていこうと思うんですけど、フラグメントをご覧ください。漆黒に輝いてますね。はい、まあ新しくこのベジット、まあ合体戦士かつイエローのフラグメントが追加されたことによって、まあ全枠を、黒色に染め上げることが、まあ、可能になったということで、まあ、なかなか強いんじゃないかなとは思います。ユニークフラグメントって性能が破格なフラグメントがめちゃくちゃ多いんで、まず打撃攻撃 33.85 でしょ。でこれ射撃攻撃 29.8% でしょ。で最後、まあ、これはバランスよく必殺用ダメージとか究極用ダメージで打撃と射撃の攻撃力も上げてくれるということで、なかなかいい感じに立ち回れるんじゃないかなと思います。まあウルベジ抜いてこいつを採用するメリットっていうのはあんまりないんやけど、まあ、今回はこういう黒色のフラグメントを統一した、まあ、見栄え重視で戦っていこうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました、合体戦士パーティー。ウルトラベジットとゴジータベルどっちが強えか決めようじゃないか。答えは決まってますよね。答えは決まってるだろうな。同じ色、違うのは一人だけ。ウルトラベジットかゴジータベルか。ただ今回のゴジータベルは一味違えぞ。その余裕がいつまで続くかな。通常で返してタックル行こう。おいロッキー、やべ、一冊アーツまでいけるけど、これは有利属性で打とう。はい、死んでまうぞ。死んでまうよ。あと隙あるんだな。それがじゃあゴジータブルー行ってもらおう。ほらーほら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 、攻めるてやめへんぞ。マジ強え。オッケー、さあどうする。うわー遅れた、最悪、やらかした、下手すぎ。いいよ、もう一丁行こうか。体力ないもんね、かわいそうに。俺アーツ打ってくれへん、打たないか。入る、はい、あざす。これでも食らえ。ほら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 、そら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 、相手の回線を潰していく。クソ気持ちいいこれ。相手何もできんくなったから、クソ気持ちいいやマジで。ざまあ見せますマジ。まあどっちにしろ勝っとったでしょうこれは、おそらく。いくぞ、あバニッシングないやん。かなり強かったねやっぱ、悪くない火力しとったな。しかも自分自身が特殊カバチェン向こうで戦っていけるから、まあそれもまた強い理由になってるよね。コンピューターうぜえ、早攻撃してくれ。さあラスト、あざした。さあマッチングしました。おおこれは、なるほど、新しく追加されたミニオンを使いたいと、そういうことですね。対戦お願いします。こういう感じでいこう。なるほどなるほど、まあ、たまにはこういうパーティーと当たるのも楽しいよね。
毎回ウルトラベジットの対戦しなきゃいけないっていうのもなかなかしんどいと思うんで、で実際強いと思うし、強いと思うしね、今回追加されたミニオン、グプレーだかなんだか知らんけど、紫がグプレーですよね、赤色が、まあ、ストロベリーみたいな、そういう名前じゃなかったっけな、ラズベリーみたいな名前やったっけ。お願いします。名前なんて覚える気はないぞ。ん？フリ属性に変えていくのか。 OK、 はい、あ結構強い、やっぱ火力有利属性やのに結構削れてるよね。うん、強い強い強い、強くね普通に。 OK、 ただこっちもユニークフラグメントでめちゃくちゃ強化されてるからね、かなり火力はあるぞ、強えマジ強い。さあどうする、攻め悩んでるね、ガン待ちしてそれか。メインアビリティで見てくる、あざっす。143カウント、うん、落とすか、はい間に合います、うせろ。じゃあなグプレー、これがスパーキングとエクストリームの違いや、消し飛べ、挑発しろ。ゴジータブルーにさタックルする勇気すごいね、さっきからそうやけど、実際それでグプレー倒された気すんねんけど。オッケー、なるほど、はい入る、うますぎ、俺が倒す何がしたいんだろうこの人。さあどうする、ああ連続か、うーんどうしよっかな、耐えそう変身前の復活フリーザでしょ、耐えるんじゃねこれ、耐えへんかったらバチクソもったいない。え耐えるっしょ、うんナイス、素晴らしいね、はい、ビッグバーンカメハメハだ、まあ、ドラゴンボールなくなっても意味ないんだよな、手に入れてもか、もったいないね、気力稼がしてもらってありがとうございます。ライジング赤色残したか、ゴジータブルーの活躍を奪ったか、うんなるほど、はいさよならラッキー、はい対戦ありがとうございました。これが最強のフュージョンだ。さあマッチングしました、サイヤ人パーティー対戦やっていきましょう。課金者だるい、ありがとうございます、ボコボコにしようボコボコにします、はい課金パワーで課金者おらんかったらゲーム終わってんだぞそれ分かってんのか、おめえが大好きなレジェンズもできなくなるんだぞうん、対戦よろしゅう、じゃん行くで、即圧入っていく、特殊カバチェン向こうで殴っちゃいます、もう一枚来るんじゃない、いいね、はい、くらえ、バーン強っ
マジマジっすか、やばくね。課金者パワー。さあマッチングしました。合体戦士パーティー対戦お願いします。まあゴジータブルーで削っていきますか。加減はしてやるが、やべ、はい、うん、体が硬直して動かなかった今。ビューン、はい、通常で返して、ありがとうございます、感謝です。中距離射撃はありがたいね。はい、さよなら。マジ普通に遠距離打撃する人めっちゃ多くない？何事マジで謎すぎんねんけど。謎メイン。ほんで、まあ、ユニークゲージ削ってもらおう。やっぱり遠距離打撃好きやな、マジで。ありがたいけどさ、個人的には。変えるね。はい、まあ、すごい戸惑っちゃうんだよな俺の知らない動きをされると。よいしょ、はい、さよなら。ありがとうございます。特殊カバチを無効にして、ライジングでいいね。ゴジータ出てくるんじゃない？あ、出てこないか。やるやん、自制したか。よし、さあ残り2体タックルから打撃アーツの速度やばくなかった今。はい、いやー聞いた聞いた。うん、よくねー無駄だまー、あざす。さあさあさあ、悪くないよ。あれ予約圧で削り切るか。ちょうど交代禁止切れるんじゃない、このタイミングぐらいでですね。お、あざした。これが究極のフュージョンだ。はい、皆さんお疲れ様でした。本日はゴジータブルーにユニークフラグメント3つつけて PVP 回ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、まだ戦えるよね普通に。まあだから、まあでもな、黄色の合体戦士っていう枠ではもうウルトラベジットに取られちゃったんで、まあこいつの強化はほんまに専用のユニークフラグメントが来るか来ないかで、うん、今後変わってくるんじゃないかなとは思いますね。ただゴジータブルーやっぱかっこよかったわ、うん、使っててすごい楽しかったです。ということで、よろしければ、チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、良きドラゴンボールライフを、バイバイ。